メだ。緊張しすぎてドジなことばかりやってしまう。付き合い始めてからというもの、ますます意識してしまっていけない。緊張しておられるのですか？違う！君相手に緊張することなど何も。何をする？申し訳ありません。緊張しておられるリリチオ様があまりに刺激心をそそるので。そうだな。別にもともと緊張などしていないし、無用な提案だが、君は無駄に大きいし、コンパクトな方が圧迫感がなくていいとでも言っておこうか。お気に召していただけて光栄です。リリチオ様、リリチオ様、僕のことがお好きですか？ミケツカミ君好きとおっしゃってください。なぜそういう流れに。お嫌いなのですか？好きに決まってるだろ。リリチオ様、ではもっとギュッとしてください。いいだろ、撫でてください。お安い御用だ。リリチオ様、リリチオ様、柔らかくっていい匂い。こら、22歳成人男性、流されるところだった。なぜ君を甘やかす流れに。どうしたのですか、リリチオ様。もうそれは通用せんぞ。まったく君は油断も隙もないな。却下だ却下。そうですか、残念です。では。これはどうでしょう。同性ならリラックスして接することができるのでは。君は異性にもなれるのか。はい、中身も全てちゃんと女性ですよ。確認なさいますか。リリチオ様にならいついかなる場所でも僕の全てをお見せする用意はできております。いや、いい。それにしてもスタイルがいい。美人だし、なんか劣等感が。リリチオ様、ではレッスンいたしましょうか。